はいこんにちは佐大臣光永です洗面台を掃除しました重曹で表面を軽くこすったらだいぶ綺麗になってツルツルになって気分がいいですなんかねこう洗面台の表面に水垢とも汚れともよくわからないデコボコしたものができていたのでこれを削り取った感じですねもとも陶器の表面に重曹を使うのはあんま良くないらしいんですけれども で他の潜在度からは全然落ちないので重層につい頼ってしまいます松平貞信の3回目関西の改革2ですいわゆる江戸の三大幕政改革といわれる関西の改革はなぜ今一つうまくいかなかったのか関西医学の金関西2年1790年関西医学の金も松平貞信は発します 島度を附属学問所における朱子学以外の字学を教えることを禁じました林良さん以来朱子学が幕府の公式な学問となっていましたここで朱子学とはという話をしますけれどもとにかく朱子学というのは面白くないんですね非常につまらない学問です中国南宋の朱紀が始めました 手記といえばあの少年老いやすく学成り方師の人ですね論語をはじめ師匠五経をベースに独自の哲学体系学問体系を築いたものです鎌倉時代初期に日本に入ってきて江戸時代に幕府公認の学問となります理期二元論理期二元論というものを中心に据えます理というのは宇宙全体の秩序バランスといった ののもの気というのは物体や精神といった経史家のものこれら理と気がお互いに影響を与え合いながら存在しているなので人間としては普段の行いを正して理を極めることを目指す「きゅうり」ということを言いましたこうざっと説明して分かりますようにあまり実を伴わない 中小論です日常生活に何一つ役に立たなさそうですねしかもこうした話は別に司書御教のどこを見ても書かれていないので完全に後助の後助学問後助設定です家康は林羅山も重用し幕府の正式な学問として朱子学を奨励しました寛永9年1632年林羅山は 三代将軍徳川家光により上野忍が丘に与えられた土地に私塾と孔子廟を開きますしかしこの私塾と孔子廟は明暦の大化1657年の明暦の大化で焼失します元禄三年1690年古代将軍徳川綱吉が神田に移築しましたそしてこの地に湯島聖堂を築きます これが現在までで伝わっている湯島聖堂です最も当時のものはほとんど残っていないですけれどもその後林家にはこれといった学者も出ずに朱子学は衰退していきますまた朱子学に対する批判も出てきましたえ陽明学の中江東珠古学派の伊藤仁斎減塩学派の荻生宗来らが朱子学に対する反対の立場を取ります。 荻生宗来は例の中心蔵でね、箱老師に切腹させろということを徳川綱吉に提言したことで有名な人物です。その荻生宗来は、朱子学は憶測に基づく虚毛の説と言っています。虚毛の説とまでよく言いましたね。私もこれに関しては荻生宗来と全く同意見で、とにかく抽象論でご利用しするわけですよ。 そうすると政治というものは世の中の仕組みというものはどうしても原理原則に合わないところというのはあるじゃないですか例外だらけですよその例外にどのように対処していくかということが政治の重要なポイントなわけでしょう。で朱子学を掲げるとですねどうしてもこう原理原則が優先されて目の前のこう原理原則に合わないところは無視されて 来るわけですよだからこういう抽象論もですね、まあ、理念というのは確かに大切なんだけれども理念というのは目の前の現実に対処することと同時並行的に進めることであってまず理念優先であるというのは違うと思いますねだからこういう抽象論をとしての趣旨学を掲げるとそれはね国は衰退しますし滅びますよ。私は江戸幕府が衰退して いった原因の大きな部分は朱子学にあると思っていますだから明治維新も手放しで褒められたものではないとは思うんですけれども朱子学の影響が弱まったという点では明治維新は素晴らしかったと思っています朱子学を国家の教えとして顔面に掲げ続けたのは李氏朝鮮ですよ李朝鮮は仏教を弾圧して 朱子学を国のメインの学問として採用したわけです。で、李氏朝鮮はどういう国であったか。ヤンバンと呼ばれる一部の特権階級が利益を独占し、人民も搾取し、年中権力構想に明け暮れ、女性には全く権利はなく、また所有権の概念もありませんですので、家に住んでいても安心できない、もういつ野党に襲われるかわからない。 治安がないですよまともな道路は一本も作られずとにかくね、李氏朝鮮はまともな国家と呼べるような代物ではないです。あれは単なる無法地帯です。日程が韓国併合したからある程度まともな国に近づいたのであってで私はそれもやるべきではなかったと思ってるんですよ。ずーっと放置してね、李氏朝鮮のまま滅亡するに任せるべきだったと思います。 当時何しろ日本にはそんな余裕なんてなかったんで朝鮮に関わってるような余裕なんかねだから見捨てるべきでしただから韓国併合は私は間違っていたと思います詳しくはこちらの動画で語っております韓国併合うちで一番再生されている動画です何しろこうやって儒学の各派閥がですね入り乱れていたわけですいろんな説が出て 論語の一節にしても20とか30とか説が入り乱れているという状況でしたので松平定信はこれは良くないと意見は統一しなければならない幕府の方針としては朱子学を掲げますよということで完成2年1790年完成医学の金となったわけですただしこれは思想統一を図ったとか思想弾圧をしたわけではありませんあくまでも 幕府の公式の学問としては、武士が学ぶべきものとしては朱子学を推していくけれども、民間が何を学ぼうと何を信奉しようと、それはおとがめはしないし、好きにやってくれと。あくまでも幕府の公式の学問としては朱子学でいく、武士が学ぶべき公式の学問は朱子学とするというだけのことです。むしろ松平定信は蘭学を積極的に取り入れました。 オランダ語の読み書きはできなかったということですけれどもアルファベットは読めるようになったと。なので決して独善的にね他の学問は一切ダメだと天下に対して禁止したというわけではない。完成9年1797年湯島聖堂附属学問所を幕府直轄の学問所とし孔子の出身地昭平郷にちなみ昭平郷と名付けます。 なので現在こうして湯島聖堂の小平坂学問所の後には孔子の像が立っているわけですこのように中小論でご利用しするしかも質素倹約をご利用しする官製の改革に対して反感の声が天下に高まっていきます庶民の間にもその不満は高まりました娯楽は禁止され質素倹約を強要され文部文部とやかましく言われて なんとご改革というのは堅苦しいんだもう嫌だこれならば田沼様の時代の方がまだましだったよ白河の清木沖に魚も住みかねて元の濁りの田沼小石器と直前の田沼時代と比較して揶揄するように歌われたことは有名ですねついに松平定信は将軍徳川家斉からも嫌われるようになっていきます 完成5年1793年7月23日、将軍補佐と老住職を解任されます。これは松平貞信自身が辞表を提出して、それが通ったためでした。何辞表が通った辞表が通ったと聞いて、松平貞信は真っ赤になって怒ったということです。自分が辞表を出せば、幕府は引き止めるだろう。 むしろ大老に抜擢されるかもしれないそんなことを考えていたようですが誰も引き止めるものはなくあそうですか老中解任後は白川藩の藩主として藩政に関わり隠居後は白川落王と合詞学問と執筆活動に励みました文政12年1829年5月死去去去年72墓は深川霊願寺にあります 本日まで割引価格で販売します崩れゆく江戸幕府八代将軍徳川義宗田沼沖次代松平貞信時代十一代将軍徳川家成の大御所時代を経て天保十四年1843年に老中水野忠邦が失脚するまで江戸幕府後半約130年間の歴史の流れを32話に分けて語ったオンライン講座です 詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします本日も佐大臣光永がお話しいたしましたありがとうございますありがとうございました